ホーム、影森駅は埼玉県秩父市場影森にある秩父鉄道秩父本線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。直営駅である。管理駅でもあるが、当駅は自駅のみの単駅管理となっている。駅係員勤務時間は初電から終電までである。ホーム、ハブ方面により、駅長室、自動券売機及び駅勤務室、待合室がある。 かつては地下通路入り口の駅舎で出海改札業務を行い、ホーム上に駅舎が移った後も、旧駅舎や改札ラッチ等が残っていたが、これらの施設は前述の通り2016年に解体され、跡地は東駐車場及び月決め駐車場とされた。ホームが曲線上に位置する関係で、2番線の場合、自社通勤型車両では各車両中ほどの2カ所のみドアが開く。 改札口は、ホーム上にある。旅客案内情報デジタルサイネージは、駅入口側地下連絡路の上に設置されている。乗り場見和線の勾配を上っていく貨物、列車あたり駅南 1km 弱の山腹にある、秩父太平洋セメント、三輪工業所へ続いている、郊外側線。工業所での製品製造終了などにより、貨物輸送量と発着する列車は、減少傾向にある。 路線は急勾配で、全路は機関車が巻いた砂が目立つ。終点には、三和鉱山で採掘された、石灰石積み込み用のホッパーが設置され、石灰石は秩父本線、三が尻線経由で三が尻駅へ輸送されている。ホッパーへ貨車を押し込むため、スイッチャー D502 が使用されている。なお、秩父本線と三和線の間で、別の車路を登っていく。 使われていない線路が廃止された武功線である。影森駅、裏山口駅間空中写真。三輪線、武功線が伸びている。ありがとうございます。